新しい監督として就任した新庄選手の話題で連日メディアを賑わせている日本ハムですが、日本ハムが新しくするのは監督だけではありません。実は本拠地の球場も新しくするんです。それが札幌市のお隣、北広島市で2023年オープン予定のエスコンフィールド北海道です。新しい監督に加えて新しい球場と日本ハムはワクワクする話題で持ちきりかと思いきや、実はこの球場移転には今まで本拠地球場だった札幌ドームと何やら訳ありな話があるようで、というわけで今回は日本ハムとその本拠地球場である札幌ドームについてお話ししたいと思います。札幌ドーム、現在日本ハムが本拠地としている札幌ドームは2001年にサッカー W 杯日韓大会の札幌開催のためにオープンした完全屋内の野球用人工芝グラウンド&天然芝サッカースタジアムです。なぜ野球用グラウンド&サッカースタジアムなのかというと、札幌ドームはホバリングシステムと呼ばれるものを導入して2つのグラウンドの併用が可能なんです。野球とサッカーの併用が可能な多機能スタジアムというのは世界的に見ても珍しいと言います。そしてこのシステムのおかげで札幌ドームでは野球グラウンドは日本ハムが、サッカーグラウンドは J リーグ J1 の北海道コンサドーレがそれぞれ本拠地球場ホームスタジアムとして併用することができています。野球とサッカーそれぞれのホームとして運用されているなんて札幌ドームってすごいですよね。そして現在日本ハムは札幌ドームを本拠地球場としていますが、実は日本ハムは最初から札幌ドーム、ひいては北海道を本拠地にしていたわけではありません。そこで次に日本ハムについて簡単にお話ししたいと思います。日本ハム、日本ハムは今年で創設77年を迎えるパリーグ所属のプロ野球球団です。チーム創設から現在までリーグ優勝は7回、日本一は3回を誇ります。球団や選手の知名度も高く、新庄監督以外にも有名な選手としてダルビッシュ選手や甲子園でハンカチ王子として有名になった斉藤選手、そして現在メジャーリーグで大活躍中の大谷選手といったそうそうたる有名選手を輩出しています。また日本ハムは他の球団にない特徴として歴代監督に日本ハム出身選手が少ないというのがあります。例えば新庄監督までの11人を過去遡っても日本ハム出身者はなんと3人、他の球団だと当然のように自球団出身者が多くを占めるのに対してこの比率は特徴的です。さらに日本ハムは札幌ドームを本拠地としたのは2003年からで、その前は札幌ではなく東京ドームを本拠地としていました。さらに遡れば現在のオーナー企業である日本ハムの前には電車の東急電鉄や映画の東映がオーナー企業になったりと、様々な歴史を通して現在の日本ハムに至っています。北海道に移転して約20年で地元の人たちに愛される球団に成長した日本ハム。そんな日本ハムは長年親しんだ札幌ドームからなぜ移転することになったのでしょうか。というわけで次は日本ハムと札幌ドームのお金のお話に移りましょう。日本ハムと札幌ドームのお金の話。札幌ドームにとって日本ハムはまさにドル箱と言っていいくらいの動員数を誇っています。例えば同じ札幌ドームをホームグラウンドとしているサッカー J1 の北海道コンサドーレ、こちらの観客動員数は約2万人のところ、日本ハムはその倍の約4万人なんです。さらに日本ハムのグッズ販売なども合わせると札幌ドームは日本ハムから毎年約20億円の収益を得ていると言われています。なので札幌ドームにとって日本ハムはなくてはならない存在なんです。なのになぜ日本ハムは移転してしまうんでしょうか。それには札幌ドーム側の少々強引な手法が原因のようです。週刊誌アエラによると、札幌ドーム使用に関する市から球団への条件が一方的だった、日本ハムはマーケットを考えて大都市の札幌を本拠地にしたかったので札幌ドームの継続使用が最優先だった、だが条件変更の交渉を繰り返したが市からの歩み寄りがなかったと関係者が話しています。ここで関係者が言っている市から球団への一方的な条件とはどんなものだったのでしょうか。調べてみるとどうやら札幌ドーム側は日本ハムに球場使用料の値上げを要求した模様。それに対して日本ハムは値上げに応じられない代わりに条件変更の交渉として札幌ドームの運用を民間委託する案を提案するも札幌ドーム側に却下されたという経緯のようです。関係者はさらにこう話します。札幌市の対応に業を煮やした日本ハムは2016年頃から自前での本拠地球場建設の検討を始めましたが、それでも市は真面目に対応を検討しなかった。新球場のプロジェクトを立ち上げたのも当初は市へのブラフ的側面もあった。
市は頑なに契約条件変更を拒んでいた。日本ハム球団内で新球場建設の検討を始めた段階でも継続使用の可能性は残っていた。それでも市との交渉は平行線をたどり、最後は球団が愛想を尽かした。ということで日本ハムも札幌ドームに残りたかったが、球場を利用するお金がネックになってしまったようです。シャウエッセンも自由に売れないけれど、札幌ドームを利用するお金以外にも、日本ハムが札幌ドームを去る理由は試合開催時の収支も関係しているようです。週刊ポストによると、現在の札幌ドームは市が所有し、市の出資会社が管理する第三セクター方式で運用されている。一試合の使用料は約1700万とされ、球団は年間約70試合の使用料に加え、駐車場使用料、警備費、清掃費など出費は年間25億円を超えていた。しかもドーム内の飲食店、グッズ販売などの売り上げは第三セクターの収益となり、球団には入らない。日本ハムのシャウエッセンも自由に売れない状況でした。とのことで、日本ハムとしての旨味がない運用方式だったようです。特にオーナー企業である日本ハムの製品を自由に売ることができないというのは、オーナー企業の日本ハムとしては痛い話だったのではないでしょうか。日本ハムが札幌ドームを去ることについて、ネットでは金の卵を産む鶏の童話みたいな話と言っている人がいました。今回の騒動、まさに札幌ドームにとって日本ハムは金の卵を産む鶏そのもの。金の卵が欲しいあまりに鶏の命を奪ってしまうにも等しく思えてしまいます。札幌ドームの芝硬すぎ問題、さらに調べてみると理由はそれ以外にもありそうなんです。それは札幌ドームの硬さにあります。というのも、札幌ドームはサッカー用グラウンドが天然芝なのに対して、野球用グラウンドはドームの硬いコンクリート状に敷かれた人工芝のシートなんです。つまり普通のグラウンドのように土なので選手の激しい運動や足への衝撃を和らげてくれるものがないということ。このような札幌ドームの野球環境に対して、ロッテの井口監督は TBS ラジオの収録で、人工芝の硬さでも全く負荷が違うので、札幌ドームとか非常に硬いのでその後怪我しやすいんでと話しているほど。これにはネット上で、どんだけ負荷やばいねん、あのくるくる人工芝ならこうなるのも妥当、ハムの俊足系外野手はマジでかわいそうと言われてしまう始末。その他にも、東北楽天の涌井秀明選手は SNS で、札幌ドームもメジャーのマウンドもコンクリートと一緒と言っているので相当硬いようです。他球団からもこれだけ言われているのですから、当然日本ハム内でも考えられていたはず。それを裏付けるかのように、新しくできる球場の芝は選手の負担を軽減する天然芝になるとのこと。さらに日本ハム前監督である栗山監督は2021年にスポニチの取材で、本拠地で負けるには実は理由がある、でもそれは言いたくない、そのことは把握していると意味深な発言をしています。この栗山前監督発言から、札幌ドームの硬さは勝敗にまで影響しているほどだったのかもと思ってしまう方もいるかもしれませんね。というわけで、ここまでお話ししたように、日本ハムが札幌ドームを去ってしまう理由は、お金の話から札幌ドームの設備面の話まで様々なものがあったようです。どうなる今後の札幌ドーム。しかし、日本ハムがいなくなってしまって札幌ドームは大丈夫なんでしょうか。あるスポーツ関係者はこう話しています。逃した魚は大きい。 NPB は日本で世界に誇れる工業で、観客動員の安定性だけ見れば海外スポーツに引けを取らない。ホーム試合だけ考えても、年間約70試合分の収益がなくなった。市はサッカー J1、 北海道コンサドーレや新イベントなどでカバーすると強気の姿勢ですが、比べ物にならない。さらに札幌ドームの運営会社が札幌市の第三セクターであることから、経営が赤字になれば市の税金を投入することになるため、イベント誘致など新たな収入確保に迫られる。ただ新庄監督やダルビッシュ選手、大谷選手クラスのスターを輩出してきた日本ハムの試合に匹敵する集客力のイベントなんて簡単には見つからないとのことで、日本ハムが去った後の札幌ドームはなかなか厳しいことになりそうという見方が強いようです。ネットでは、日本ハムが去った後の札幌ドームの使い道について、競馬場にしたらいい、中古車販売場がいいといった話から、日本ハムの2軍が使えばいいという話まで出てきています。確かに日本ハムの2軍は現在千葉県を拠点としていますから、1軍が移転先の新ドーム、2軍が札幌ドームというのも現実的な話かもしれませんし、地元札幌の日本ハムファンにとってもいい話かもしれません。とはいえ、今のところ2軍が札幌ドームに移るという話は聞こえてきません。また移転の理由が球場の使用料にあるので、実現はかなり厳しそうです。
ということで、今回は日本ハムと札幌ドームについてお話ししました。建てられてからまだ約20年と、国内のドーム球場としては東京ドームよりも新しい札幌ドーム。札幌の象徴としてのこの存在がこれからも存続していくことを願ってやみません。それでは本日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルでは野球に関するテーマをコツコツ投稿していきますので、よろしければ高評価やチャンネル登録をいただけると大変嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。